伊笠鉄道記念館とは、岡山県笠岡市山口五4 5 7 8に、ある、鉄道保存展示施設。元は、伊笠鉄道本線の新山駅であった。1号機関車ホハイチホハイチの、内部伊笠鉄道の鉄道線のうち、最後まで残った本線も1971年3月31日を、限りに運行を取りやめたが、伊笠鉄道は、 数ある、軽便鉄道の中でも、遅くまで残ったため、車両が多く保存されていた。伊笠鉄道の前身である茨笠岡、軽便鉄道が創立されてから70周年にあたる1981年を起し、伊カ鉄道は、急進山駅舎を流用した、伊笠鉄道記念館を設置、残っている車両も保存することとなった。廃止後30年以上経過する現在でも、保存状態は、 極めて良好である。廃線当時の新山駅長、田中春夫が館長となり、家族と共に管理していた。2002年には記念館が産業考古学会の推薦産業遺産に選定、推薦され、また2009年には田中館長も産業考古学会の保存功労賞に選ばれた。しかし2012年11月、伊カサ鉄道が、 バス事業から撤退し事業生産手続きに入ったことで同記念館の所有権は伊加佐鉄道から破産管財人に移りその管理下に置かれることになった記念館は処分対象資産となり存続の危機に瀕した地元からは存続を望む声が強まり2013年7月に至って地元の新山地区自治会が記念館の管理を引き受ける意思を示し 笠岡市に建物などを取得するよう求める要望書を提出した。市は産業遺産としての資料価値が認められ、地域振興に寄与するとして、2013年8月、記念館の敷地、建物、展示資料のすべてを笠岡市が買い取ることで、破産管財人と合意し、約180万円で購入して、痛みの激しい壁や扉、内装の一部を修繕し、 トイレも一新した上で、2014年3月30日に、笠岡市制笠鉄道記念館として、リニューアルをオープンした。リニューアル後の記念館は、笠岡市教育委員会が管理し、運営は、笠岡市と、新山地区自治会の共同運営となっている。木造の旧駅舎は建築当時のまま保たれているが、建物前を通る岡山県道48号、笠岡微生線を拡幅した際、 建物全体をやや西へ移動させた。駅舎内には、タブレット閉塞機、王子の写真、切符、沿線観光を織り込んだ、路線図、入り凶機、レール断面などが展示されている。駅舎北側には、旧車両が3両生態保存されている。当記念館以外の場所に保存されているい、笠鉄道の車両については、い、笠鉄道を参照。学会推薦産業遺産一覧。 伊笠鉄道記念館を遺産指定作業考古学会歴史と技術を伝える。山陽新聞 p 2 6京弁鉄道のふるさと廃管の危機。伊笠鉄道記念館地元では保存の声高まる。産経新聞2012年11月15日伊笠鉄道記念館保存へ、笠岡市、カ取得に前向き。山陽新聞ウェーブニュース2013年7月12日。 鉄道記念館を試行に上中国新聞2013年8月20日、傘鉄道記念館は日、再オープン貴重な郷土遺産住民らが運営岡山、MSN3K ニュース2014年3月29日。ありがとうございます。